2019年8月20日火曜日、木村よしこの気になる銘柄をお届けいたします。今日はですね、その前日の夜の23時15分を回ったところです。まあ、前日の夜とかね、当日の朝に収録しまして、それを15時に、オンエアしてるんですけれども、何か皆様の投資のヒントの役に立っていますでしょうか。木村よしこの気になる銘柄、今日はですね、昨日、横浜がですね、うちもカジノ IR にぜひ挙手したいということでですね、名乗りを上げられましたので、カジノ関連株について触れてみたいと思います。現在のところですね、2016年12月に法整備が整ったですね、カジノ統合型 IR、まあ、カジノ IR 法ですね、こちらで、大阪ユメス、それから横浜、それから北海道が名乗りを上げまして、これから現実化しそうな気配となってきております。さて、そうなりますと関連株なんですけども、いろんな銘柄が該当します。例えば電鉄が乗り入れたりですね、空港が整備されたり、で空港設備のビルを管理しているところ、それからビルを持っているところ、ショッピングモール、それから様々なレストラン、出店されるケースもね、多数ありますので。そしてですね、カジノ。カジノはいろんな関連銘柄ありますね。パチンコメーカーは、蓄積した、娯楽施設のノウハウでですね、パチンコ関連銘柄もカジノ銘柄とダブってることがありますね。それからいろんなお金が、流動しますので、偽札防止ということで、金銭機械のようなね、システムを持ってるところ。それから、プリペイドカードを発行するようなところ。様々銘柄ありますけどね。今日はそんな中から分かりやすい銘柄としまして、警備会社に焦点を当ててみたいと思います。有名どころではですね、セコムがありますよね。コード番号が、9735。いつもね、値段が高くて、人気化してる銘柄なんですけども、8600円前後で買ったらどうかなというね、水準ですよね。それから CSP と書きまして、セントラル警備保障、行動番号が9740があります。それからテレビのね、愉快な宣伝で印象に残っておりますけれども、アルソック。こちらは総合警備保障というね、名前でも呼ばれます。こちらも5000円前後があったらね、買ってみたいなというところですよね。2331。それから上場して日が浅いですね、共栄セキュリティーズという会社もあります。こちらは行動番号7058なんですけれども、ちょっと人気化しましてね、信用倍率と言いまして、信用を買いをしている人が多いので、上がってくると売られるということで、値動きがね、ゆっくりかもしれませんね。4000前後があったら買ってみたいですね。ぜひ、カジノ IR 法を鑑みて、その関連銘柄を探してみたいと思います。それではまた明日。